Yeah.
Thank you.
Thank you.
らっしゃいませ。お疲れ様です。
Thank you.
ガーディアンズの陽光だ。かつての危機に誘われてな、書類だけでもと無理やり渡されてしまった。だがまあ、今ならば戻ってもいいような気がする。リトルウィングに孝子の憂いはないからな。もともとエミリアを追いかけての入社だ。彼女の居場所を見届けた今なら、かつての不義理を取り戻すという選択肢もある。 ああ、勘違いしないでくれ。今すぐにどうこうという話ではない。まだ当分はリトルウィングにいるつもりだ。ただ第二第三のエミリアのような存在を今度こそ守ってやりたいと考えたりもする。それだけの話なんだ。しかしこの制服着用義務というのはいささか抵抗がある条件だな。 かつてガーディアンズにいた頃は護衛用の制服を着ていたはずなんだが<笑>リトルウィング流に慣れすぎたか。
エミリアは外部の研究協力で出向か。ユートも村に帰ったことで、随分リトルウィングも静かになった感じがするが、悪空間事件の真っ最中は、次から次へと人が増えて、賑やかだったものだ。人の出入りが少なくなったのは、落ち着いてきたという証拠なのだろうが、少しばかり寂しいものもある。子供の持つ活気というのは、自然と大人も元気づけるものだからな。いや、エミリアやユーと子供と呼ぶのはもう失礼に当たるか。あの子たちはすでに自分のやるべきことを見つけている。半年前まではあるほど危うかったのにな。いやはや、子供の成長とは早いものだ。だからこそ、見守って、昔を思い出すな。Thank you.
いらっしゃいませ。お疲れ様です。いらっしゃいませ。Bye.
Thank you.
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。